ケナさん、ファンの皆さんも注目している鈴木みのる選手との対戦がいよいよ目前に迫りました。今の気持ちが聞かせてください。そうですね、楽しみです、はい、開幕戦で1週間前タッグで対決しましたが、その時の手応えというのはどうでしたか？あの時はね、ちょっと正直あんまり噛み合わなかったっていう印象、マルジ鈴木みのる組より噛み合わなかったっていう印象だったんで、それから少し期間があって、すごいその間に、この試合のことばっかりずっと考えてました。今日は長いきたいと思います。後楽園のリングでもかなり激しい打撃戦の応酬があったと思うんですが、あのあたりの攻防を振り返ってみてどうでしたか？でもプロレスですからね、そこからどう展開していくかということが重要だと思うんで、期待してみてもらえればいいと思います、ファンの皆さんは7番勝負で三沢選手、小橋選手、秋山選手、あるいは高山選手、ヘビー級の選手と戦ってきたあの姿を思い浮かべると思うんですが、今晩はどんな試合になるとファンは見ていればいいでしょう？そうですね、あれからまたさらに一つ成長して、やっぱり勝利っていうか勝つっていうことがつかないと、やっぱりもう今の自分は納得できないんで、自分自身も前の7番勝負はそのチャレンジ的な部分で良かったかもしれないですけど、僕もシングルでチャンピオンになりましたから、やっぱり結果が欲しいんで、今日は勝ちに行きたいと思います。勝ちに行く、どんな形で勝ちに行くのか、もちろんこれは想像の範囲内ですが、非常に厳しい試合になると思うんですけれども。そうですね、もちろん楽な相手じゃないことは分かってますんで、とにかく今日一番の試合になればいいと思います。ミロさん、いよいよ健太選手とのシングルマッチ、今日のセミファイナルになりましたけれども、この一戦を前にした今の気持ちはいかがですか？この一戦、いよいよという感覚もあんまないんだけどね、開幕戦のリングで、タッグマッチでありましたけれども、非常に激しい応酬があったというふうに見たんですが、割と面白かったかな。面白さを感じる相手ではあると。そうだね、蹴っ飛ばすと向かってくるしね、蹴っ飛ばさなくても向かってくるから。その前に散々やってた、前のシリーズで散々やってたやつは、蹴っ飛ばして蹴っ飛ばして切れないと突っかかってこないやつだったからさ、今度のやつは蹴る前から突っかかってくるようなタイプだからね、そういうタイプの選手というのは、これまでの鈴木みのる選手のキャリアの中にあってもどういうタイプ、今までいたタイプでしょうか？いたよ、よく似た選手いるよ。それも確かに一緒に試合して面白かった選手だし、だから似たようなタイプなんじゃないかなと思ってるけどね、楽しみに今日もたくさんのお客さんがもうすでに集まってきてるんですけれども、鈴木みのる選手としては今日の一戦で何かこう見せるもの、伝えるものあるとしたらどんな部分でしょうね？それは試合で伝えるんだよ、試合で伝えるものは試合で伝えるんだよ、足んなかったら後で補足するよ、先に言うもんじゃない。いずれにしてもどんな試合になるか非常に期待して見ています。期待しておいて、はい。参戦からすでに1年、このグリーンのマット上で独特の存在感を示し続けてきました鈴木みのるです。このノアのマットの中にあって、とにかく強いやつとやりたいんだ、そう言い続けてきた男が、いつの間にか若き健太からの挑戦を受ける、そんな立場になりました。ノアのマットの中にあって、その喧嘩根性では誰にも負けません。その若き下からの突き上げに対し、鈴木みのるは果たしてどんな制裁を加えるのか。このリングに向かうにあたり、その鈴木みのるの表情には楽しそうな笑みすら浮かんでいました。結果は、答えは、この試合のファンの期待に対する答えは全てこのリングの中で見せる。鈴木みのるは一言、そう言い切って今日のリングに向かっていきます。異様な興奮、そして独特の緊張感がリファ有明を包んでいます。果たして
このケンタをグリーンのマットの上でどんな形で眠らせるのか、鈴木みのるとしての存在感に最も発揮されるシングルマッチになりそうな、そんな予感に包まれています。リファ有明に今宵冷たい風が吹きました。鈴木みのるリングイン。この1年はケンタ襲撃7番勝負も経験しました。ジュニアの体格にありながら三沢、小橋、秋山、高山、スーパーヘビー級を相手にしても全く引かない折れない心をリング上で示し続けてきました。ある面、今宵の鈴木ミノル戦は番外編の第8戦ということが言えるかもしれません。さあ、1年前とは立場が違います。ジュニアのシングルのチャンピオンとして今宵の鈴木ミノルとの対マン勝負になりました。短い花道を今鈴木ミノルには線もくれず、精神統一、ゆっくりとセカンドロープを渡り、ケンタが来た。さあ、早くも喧嘩が始まりました。ケンタの刑は喧嘩の刑。さあ、早くもサッカーボールキック、後ろから今度は前から行った、カバーに行ってスペカウントで鈴木ミノルがクリアしました。早くも喧嘩を仕掛けました。膝蹴り行った、カバーに行きます。バタつく足で鈴木ミノルがなんとかこれをクリアしました。まあ、当然といえば当然ですが、仕掛けていったのはケンタになりました。30分一本勝負、ケンタにとっては襲撃の番外編8番勝負か。下げに振って鈴木ミノルが場外戦、場外戦でケンタを押し込んでいきました。さあ、いきなりの膝蹴りを食らいましたが、ここから立場を変えていきます。張り手の次にはキックまでお見舞いしました鈴木ミノルです。今シリーズの開幕戦 8.19 後楽園ホール大会でタッグマッチながら初遭遇、そして今宵迎える初のシングルマッチになります。場外戦で主導権を握りました鈴木ミノルです。さあ、これからどう仕上げていこうか、そんな表情がちらっと今リング上で浮かびました。ケンタの髪を掴んだフライングメイヤーからグランドの攻防を問わず、サッカーボールキック後ろからお返しで前からドロキック、両足が揃いました。カバー、ツーカウントです。あのままもう一度前から鋭い蹴りを打つのかと思いきや、両足が綺麗に揃ったドロップキックを打った鈴木ミノルです。ちょっとケンタの首が、おっ、回してミノルキック。開幕の後楽園でも非常に激しい速い動きの打撃戦がリングの中で繰り広げられました。フライングメイヤーには簡単には投げられません。今度は膝蹴り、溝落ちのあたりが今度はローキック、ローキック連発、ミノルキック。このケンタがスタイルを変え、蹴り技を身につけたところから今のスタイルが、ケンタのケンタとしての戦いが始まりました。さあ、今度はキャメルクラッチに行こうというところですが、鈴木ミノルも簡単に体を反転しません。まだ膝をついています。十分な形ではありませんが、ケンタも強引に、ま、その向こう利きの強さがこの形にも表れています。まだ膝を立てていますので完全には入っていないんですが、もうこの辺りは力任せになんとか締めてやろうと、そんな動きの上からケンタも非常に声を荒らげながら、鈴木ミノルの顔面を今度はグラウンドをぐーっと締め上げていきました。腕が首にぐーっと締め付けられています。足をバタつかせながら鈴木ミノルもなんとか逃れようというところです。まあ、こういった技一つ取ってみましても、ポイントが完全に入っていればそのままフィニッシュホールドにつながります。まあ、もちろんこういったグラウンドの攻防、関節技、サブミッションは鈴木ミノルのが、まあ、一枚上手という感もありますが、あえてグラウンドに持っていったケンタのまず序盤の動きです。短く刈り込んだ鈴木ミノルの髪を掴んで、今度は腕のあたりにミドルキック、ローリングスソバット。ケンタ襲撃7番勝負では、いわゆるノアのトップレスラー、スーパーヘビー級の選手を相手にしても一歩も引くところを見せませんでしたケンタです。またその7番勝負を経て、ケンタが一回り大きくなり、ジュニアのシングルのチャンピオンにもなりました。なだれ式で簡単に打てるとは思いませんが、さあ今度はコーナートップの上でケンタを締め上げている。危ない危ない、宙吊りになってしまいました。下をペロッと
出しました。この嬉しそうな表情の鈴木みのる、足がブラーンとしてしまった状態の時には場内がどよめきました。セカンドロープから珍しい、今度はストンピングを落としました。やはり一瞬でも隙を見せますとどこからでも締め技、決め技が出てきます。鈴木みのるです。開幕の後楽園のリングの試合後も鈴木みのる、そして健太ともに怒りの感情の中にもどこか1週間後のこのディファ有明のシングルマッチを楽しみにしているような、そんな表情にも見えました。今度は後ろから背中に膝をわたがってぐーっと首のあたり、今度はサーフボードになりました。腕を捉えてフェイスロックです。流れるような今ホームのあたりをぐーっと締め上げていきます鈴木みのる。手首のあたりの骨の部分、あるいはこの今度は肩骨で拳のあたりをぐりぐりと顔面をこすりつけていきます鈴木みのるです。嬉しそうです。その表情が何とも言えず嬉しそうな鈴木みのる。過去にもこの健太のようなタイプの選手はいた、喧嘩っ早くその根性が座った男は確かにいたが、またこのノアのリングでそういった男に巡り会えた、そんな嬉しそうな表情にも見えた鈴木みのるです。ノアのマットに参戦してからいわゆる強いやつをやりたいんだと言い続けてきた鈴木みのるが、まあ、いつの間にか今度は狙われる立場になって健太とのシングルマッチを迎えています。ハーフボストンクラブはなんとか健太がサードロープをつかみました。ゴングが鳴る前から、入場の時点から健太が蹴りで突っかかっていきましたが、気がつけば試合のペースは鈴木みのるになっています。健太があの7番勝負でも見せたようなヘビー級を相手にした臆することのないファイトがこの鈴木みのるに対しても展開されるでしょうか。健太、さあリングの中に戻ります。一連の流れの中にも今の膝蹴りのように細かく蹴りも加えてきている鈴木みのるです。今度は全体重を健太の肩、そして首筋のあたりに乗せました。ん、距離を取って、おっとドロップキック、高角度低空ドロップキックを見せました鈴木みのるです。少し健太の動きが止まり始めました。まあなんとも危険な香りのする入場、そして試合前の雰囲気でしたが、足を絡めて万字固めの体勢か、いや首をぐーっと締め上げていきます。左足をロックして、足の入り方は万字固めですが、そこからチキンリングフェイスロックにも持っていこうという、上半身と下半身のその複合技、足ががっちりと固定されていますのでなかなか動きを取ることができません。今度は万字固めの体勢です。足が首に乗って、そして腕もロックされました。両足が完全にタコ絡みになりました。リングの中がっちりと万字固めに入っている鈴木みのるです。今ようやくサードロープをつかみました。ようやく今逃れました健太です。おっと今場内では高山義弘、そして丸藤、こういったところが今会場の隅からリングの中を見つめています。丸藤健太でジュニアタックの防衛も続けました。そして鈴木みのると高山は IWGP タックを持ってノアのマットに上がってきた1年前、まあ、それぞれの盟友同士が見つめるこのディファ有明のリングの中です。さあ距離ができました。膝いった、膝蹴りで健太の体が宙に浮きました。悶絶します健太、そしてノアのファンも嘲笑うかのような鈴木みのる、膝をあてがってカバー、今の膝蹴り一発で健太の体が宙に浮きました。今度は目の前でミドルキック、蹴り技を得意とする健太に対し膝蹴り、そしてミドルキックが入りました。また膝蹴り、あえて挑発するかのような健太に対する蹴りの連発になりました。さあガッと奥歯を食いしばった健太、キックで
ひるむわけにはいきません。足を捉えた。さあ抱えてキャプチュード。鈴木によるを投げ捨てました。さあ後頭部を押さえている鈴木みのる。それに対し健太は今度は顔面ハイキックを見せました。おお、膝蹴りではありません。そのまま足の裏で鈴木みのるの顔面を捉えました。右左と連発でコーナー釘付けの顔面へのキックを展開します健太。鈴木みのるの体がおっとレフェリーを吹っ飛ばしました。レフェリーのいないリング、そんな形にも健太は持っていこうとしているのか。まさにこのリングの中の果たし合い、顔面を踏みつけています。レフェリーの制止もほとんど聞かずに、その攻撃、その足を緩めることがありませんでした。顔面を押さえている鈴木みのる、随分と連発でハイキックを食らいました。さあミドルキックのお返しになります。ローキックとローリングソバットを加えて、さあ今度はエプロンサイドからスワンダイブでミサイル。肩口にクリーンヒット。鈴木みのるも意地でもカウント1でも肩を上げようかというような今キックを見せました。さあ今度は下から小刻みにステップキック、鈴木みのるを小バカにするかのような、おっと今度はミドルキック下から深く入りました。そして今度はおガメット。さあ来てみろと健太が挑発します。顔面の張り合いになりました。健太が仕掛けてあえて打ってみろと自らの左の方を出しました。お互いが体重を乗せて顔面の張り合いになりました。さあ一声吠えました鈴木みのる。全体重を預けて右の平手、健太が走る顔面ハイキック、体勢崩れた鈴木みのる、足を捉えた。そのまま決めました。アーフボストンクラブの体勢、強引にリングの中央に戻していきました。さあ首根っこ後頭部を踏みつけながらのハーフボストンクラブ、身動きが取れません。ハーフボストンクラブから今度はぐーっとアキレス腱を締め上げています。おっとなんだこれは、ハーフジャイアントスイングとでも申しましょうか。アキレス腱を決めたままなんとリングを半周しました鈴木みのる。さあ笑い声が響きました。アキレス腱がために入りました。今ジャイアントスイングのように投げられたそのダメージがかなり残っているものと思われますが、そして今度はかかとも決めます。かかともがっちりと決めました鈴木みのるです。鈴木みのるのこの足の攻めに健太がご覧の悶絶した表情。まだまだ力を全部は出していないというような鈴木みのるの表情です。体を反転して今度は蹴りでなんとか逃れようという健太です。ただこの蹴りを打てば打つほど完全に足首のあたりが決まっています。もう一回仕切り直しか。お顔面を踏みつけていった膝十字。さあ鈴木みのるの本領発揮、顔面を踏みつけてからの膝十字。健太は意地でもギブアップの声は出しません。その声は発しません。まだ締め上げます鈴木みのる。ロープは近いようで遠い。完全に鈴木みのるが健太の右膝を捉えている。あと数センチ、その数センチが遠い。膝十字が完璧に入っている。ようやく今サードロープ命綱をつかみました。右膝のダメージはおそらくこの後の膝蹴りにも十分影響するでしょう。まともに立てるかというところまで来ました。さあ、おっと側頭部にキック、右がダメなら左があります。ちょっとふらついているが、もう一回今度は左のハイキック。さあ膝蹴り打てるか、バックに回った、スリーパー決めました。抱えられた、抱えられた、落とした。さあ大チャンス健太、今一度ブサイクへの膝蹴りを狙う。健太打った、変わりた。鈴木みのるは肩を上げました。魔性のスリーパーを逃れた健太。さあ狙うのはタイガースープレックスか、
左腕、そして右腕も捉えました。膝を痛められながらも打ちました。タイガースレックス、そのまま川に行った。ケンタにとってこのチャンスを逃してはいけません。左に行った、がっちり丸めた、2カウントです。鈴木みのるにもおそらく余裕はなくなってきているでしょう。蹴りのラッシュ、その応酬からケンタが今一歩抜け出しました。狙っています、リングを半周、ミドルキックリングの中央、鈴木みのるもその反撃の機会を狙っています。3連発、胸を出して食らいました。しかしその表情が、目がまだ強い光を放っています。ガリガット連発で打った、捉えた、捉えた、完全に首を捉えました。そして後ろでスイーパー、ロープを使いました。ゲンタ、鈴木みのるが徐々にその体力を回復しつつあります。左の平手、今度は右、左、右、右、左、右、連発で顔面を張っていきました。鈴木みのる平手打ちでノックアウトが、その前にスイーパー、そしてここから狙ってくるのは坂本慎、そしてスリーパーに入りました。数々の難敵を沈めてきた坂落としからのスリーパー、今状態完全に上に乗りました。腕が巻きついているスリーパーホールド、ケンタの右手の力が徐々に徐々に押し去ります。リングの中央です、逃げ場がありません。今ゴングを要請、鈴木みのるが締めました。ケンタを最後まで締め続けました。果たしてケンタの意識はあるでしょうか。坂落としから魔性のスリーパー、全く逃げ場のないところでのスリーパーが決まりました。ん、そして今ケンタの上にまたがるような形でケンタの表情を見つめています。顔面を張ります。意識を戻させるためだったんでしょうか、あるいは伝えたいメッセージが今一発の平手にあったんでしょうか。変化を認めた一発なのか、そんなものなのかと言いたい一発なのか。リングで仁王立ち、鈴木による膝をついている健太、健太が今目を覚ましたのをきっかけに鈴木によるが花道を下がろうというところ、いや、まだエプロンサイドに残っている鈴木によるは健太に何を伝えたのか。今マットを1回叩いた、その悔しそうな表情を見て鈴木によるが悠々と控え室に消えます。ケンタにとってこの鈴木みのるとの一戦でみのるに何を刻んだのか、その止まることのない喧嘩魂、ケンタの戦いに一点の曇りもありませんでした。しかし今セカンドロープにもたれかかるケンタの表情は、あるいは悔しさに、あるいは涙に濡れているのかもしれません。スリーパーで意識が飛んだかもしれません。本人は試合の結末も、あるいは知らなかったかもしれません。ケンタさん、最後は締め落とされるという、鈴木さん、激しい試合になりましたが、健太選手の手応えいかがでしたか。見ての通りです、途中笑顔もあり、そしてまた真剣な表情もありました、楽しかったですか。考えてやってねえからな、その瞬間その瞬間思ったのがそのまま顔に出てるだけだからだ、ただ途中健太選手の本気の蹴りも何度も入りました。ジュニアとはあの一発というのはやはり大きかったですか。やっぱスピードと、正確に狙ってくるところ、ピンポイントで、それはやばいと思ったから一瞬だけどこうやって避けれたから、あれがあれより重くなると正確さがずれるんだよ。スピードも遅くなるし、その分パワーとあれで持ってっちゃうけどな。師匠、師匠、高山さん、試合をご覧になっていたと思いますがいかがでしたか。よく頑張ったよ。ありがとうございます。今日の晩飯はおごってください。